ビエルン・ベルクマン・シュグルザルソンは、アイスランド・アクラネース出身のプロサッカー選手。サッカーアイスランド代表、FC ロストフ所属。ポジションは FW。地元クラブのヤ・アクラネースで、プロデビュー。2008年シーズン終了後、アクラネースが2部に降格したため、ノルウェーのリールストロム SK に3年契約で移籍。2012年7月17日、240万ポンドで、 チャンピオンシップのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に移籍。5ゴールを挙げたものの、シーズン終了後に、チームは、フットボールリーグ1に降格した。翌2013から14シーズン以降は半ば、戦力外となりレンタル移籍を繰り返した。ウルバーハンプトン対談後、2016年7月12日に、フルスモルデにフリーで加入。2018年1月5日、 FC ロストフに3年半契約で移籍。各年代においてアイスランド代表でプレー。2011年にはデンマークで開催された UEFAU-21 欧州選手権に出場した。2011年9月6日 u e f a ユーロ2012予選のキプロス代表戦でフル代表デビュー。2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のコソボ代表戦で 初ゴール。2018年5月11日、2018FIFA ワールドカップに参加する代表チーム23人の一人に選ばれた。ありがとうございます。